島県チャンネル。ただいま。はいはいはい。ほう。はい。どうしたどうした。こちらへ。なになに。こちらへお座りください。このまま。ちょっと荷物下ろしてきていい？いい。その荷物ください。このまま？はい。はい。前回僕がやった。はい。私物。ああ。やる？でっかいの持って。そう、今日でっかい。山下からお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ座ってください。はい。ちょっとセットしますから。はい。今日は？はい。何の仕事を？今日グッドモーニングです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。早速だけど、はい、今日はもう、うん、レイコさんより、はい、こっちのカメラ気になる。こっち？でかいっしょ。いい感じだ。そう。女の人って荷物多いね、うん。特に今日はちょっと荷物が多いんだけど。私物チェックです。私物チェック。大丈夫かな？変なの入ってないかな？大丈夫かしら？私物チェック。私物チェック。まず、まあこれ。そう。いやいや、冷暖房効いてるからさ。こういうの大事。しかもさ、こういう口が広いのはさ、鼻丸めだから、これで隠す。なるほどね。こうするとさ、ほら、見えないじゃん。ほら。かだから結構こういうの隠して、で寒い、うん、結構仕事場とか冷房すっごい効いてるから、こういう感じ。うん、まあこのストール、夏用のストールはちょっと欠かせませんかね。これでしょ？え、並べていった方がいい。並べて。もう全部出して。全部出す。うん、変なのあったら一回しまっといて。OK。バックインバック。バックインバック。だってさ、口が広いからさ、本当に出すよ。いいよ、出して出して。あ、ネギ。ネギ買って。ニラ。はい。はい。あ、買い物行って、そのまま直入れね。そう。まあエコバッグにもなるからさ、だから大きいんだよね。直入れだ。そう。と、野菜とカバンに入ってんだね。すごくない？すごいすごい。ハイブランドと野菜入ってるから、あとこれ私の出た。これ前も見せたよね。うん、まあメイクポーチと。メイクポーチって本当はもっと可愛いのじゃないの？そうなんだけど、あとはこれパパが買ってくれたあのメガネと、まあ替えのマスクでしょ？うん、あとはね、そんな変なもん入ってないよ。日焼け止め、あのマスクのシュッシュ、マスクのシュッシュ、あと歯ブラシと、あとあのサプリメント、サプリメントね、ビタミン剤。あとはなんだろうな、領収書とか、うん、そのまま入ってるね。あとはね、もう普通になんか衛生用品ばっかり。うん、そんなに、カバンでっかいのに、入ってるものは、メインは食う野菜だ。メインは野菜。そう、スーパーによるから、今日は大きいのにしたの。なるほどね。そう。朝何時に出るんだっけ？朝は、グッドモーニングの時は、3時半過ぎ、40分ぐらい。早いね。うん。そんな目新しいものはない。正直。ないでしょ？気になるものある？気になるものあります？今のところ、気にならないね。でしょ？その緑のカバンの中で見せてじゃん。これは、貴重品が入ってるんですよ。はいはい、で、なんかこの中には、あ、まあ iPhone でしょ？携帯。で、家の鍵、車の鍵。あと財布。うん、ちっちゃ財布。だってバッグこんなにちっちゃいんだよ。ちっちゃ。パパが買ってくれたバッグ、いいでしょ？これ一番最近の。めちゃめちゃかっこいいんだけどさ。一番入んないよ。最近のお気に入りだけど、入んないのよ。使ってるとこあんま見たことないけど。え、使ってるよ。だから財布がちっちゃいのぐらいかな。これは本当に財布と家の鍵と携帯はもうこのままこれだけ持ったらお迎えにも行けるし、あと仕事中にマネージャーに携帯と財布と、まあ、貴重品預けるんだけど、うん、その時にこれ預けるとちょっとさ、お迎えじゃん。マネージャーそれ渡されても困るよ、ね、これ困るじゃん。だからこれをピッて渡してちょっと持っといてくださいっていうのとか、まあなんか休憩中にトイレに行くとかでも割と便利なんで、バックインバックなんかって感じ。
え、面白くなかった？なんか取れ高ないな。え、マジ？あ、なんかもうちょっとパパみたいに、うん、何？こだわり？こだわりを、こだわりを教えてほしいな、もうちょい。こだわり？こだわりなんだろう。お気に入りのもの？例えばじゃあそのつけてる時計。ああ、アクセサリー行く？アクセサリー。あ、もうカバンはいい。もうカバンも興味なくなった。そっか。でもパパ絶対こんなん嫌でしょ。領収書めっちゃ入ってるっていう。うわ、マジく。そう、これはボナベンチュラっていう、まあ、財布で、このあのカラーのあれがすごい気に入ってるんだけど、今日はかろうじて閉まってるけど結構閉まんないことも多い。その財布の良さ消してるよ。もう領収書は一回一回閉まおう。ってずっと言ってるよね。考えながら。ずっと言ってる。これ入れそびれた領収書と。もうなんかこれはちょっとさ。うんうん、正直、あ、じゃあちょっとこれだけ見せてもいい？これパパが買ってくれたメガネで一番最近のお気に入り。ちょっと待って、曇ってるから。これがシャキン。あ、なんか知的に見える。あ、知的に見える。じゃあ今日はこれでお伝えしようかしら。弱いな。弱い。ちょっと弱いな。この中身はちょっと弱いな。弱かった？なんかすごい取れ高不足みたいになっちゃってるんで、まあ、私の初めて見せるかも、本当に。